どうも皆さん、工藤でございます。今日はなんとか寝坊せずに起きることができました。昨日はね、ちょっと仕事が休みだったので、まあ気持ち的にも少しこう浮ついてたのかなとは思うんですけど、今日はまたいつも通りお仕事でございます。まあ寒いんですけどね、頑張っていこうかなと思ってます。で、今日の、話題、まあちょっと何話そうか迷ったんですけど、今日はまあ3月の5日の火曜日ということで、まあ先日お話しした Amazon の新生活セール、皆さんなんか買いましたか？新生活セールですね、本日の夜12時ですね、まあ、23時59分までとなってますので、まあまだね、まあ、欲しいものあるけど買ってないよっていう人は、まあ、忘れないようにという感じで、で、それに合わせてね、ちょっとお話ししておきたいことがあったなということで、まあ、お金にまつわるお話っちゃお話なんですけど、はい、ちょっとしていこうかなと思います。ちなみにですけど、私、一個だけ、まあ、買ったものがあって、昨日の夜買ったんですけど、セールでも何でもなくて、まあちょっと別の回でね、これはお話しようかなと思うんですけど、ちゃんとね、まあゲーム配信聞いてくれてる、ゲーム聞くじゃねえや、見てくれてる方はわかると思いますけど、ヘブ版のですね、主人公のルカちゃんが、まあ、よく食べてる、シガレットチョコをですね、ちょっと買ってみました。なので、まあちょっと買って届いたらですね、ちょっとまあレビューとまではいかないけど、まあどんなもんなのかっていうのを、はい、ちょっと紹介できたらなと思います。別の回でやりますんでよろしくお願いします。はい、で今日は、全然シガレットチョコの話とかじゃなくて、お金の話ですね。はい、でAmazon と、まあ、お金にまつわるお話ということで、Amazon の支払い方法ですね。はい、主にで、Amazon の支払い方法って、まあ、いくつかあると思うんですよ。まあ、基本的には多分みんなクレジットカードが多いのかなと思いますけど、まあその他にも、まあ銀行振り込みとか、まあ私はほとんどやったことないんですけど、銀行振り込みとか、まあコンビニ支払いとかっていうのかな、もうあんのかな、うん、とか、まあクレジットカード持ってない人もいますから、あとはなんだ、まあポイントで支払うのもまあ支払い方法の一つっちゃ一つだしね。はい。とか、まあ、いろいろ支払い方法あると思うんですけど、まあ、そんな中で、皆さん、ペイディというね、支払い方法があるのをご存知でしょうか。このペイディというですね、支払い方法を使うと、なんとですね、分割払いの、手数料が、ただで済むというメリットがあります。はい。もちろん、細かく言うと、なんていうかな、まあ、もう何回でも手数料無料ってわけじゃないし、まあいろいろ条件はあるっちゃあるんですけど、はい。分割手数料がですね、無料なんですよ。はい。で、偉そうに喋ってるけど、私もですね、使える状況にはあるんですよ、実は。はい。つい最近、まあ使えるように、Amazon で支払いできるように、ちょっと設定したりした身ではあるんですけど、まだね、一回も使ってなくて、なんだかんだで、はい、ただ、まあ、これすごい便利だよねと思ったんで、まあ、今回セール最終日っていうのもあったんでちょっとお話しさせていただきたくて、うん、ペイディはですね、まあ、Amazon だけじゃなくてね、他のサービスとかでも支払いできるっていうもので、まあ、知ってる人も多いのかなと思うんですけど、結構ね CM もたくさん打たれてるのかなと思うんですけど、まあ、今だとちょうどなんかペイディで決済すると全額キャッシュバックされるよみたいな、なんか少し前のペイペイみたいなねキャンペーンがあったりとかしてるんですけど、はい。あと iPhone とか Apple の支払いに使ってる人も多いんじゃないかなと思いますね。私もね、もう1年以上前になるのかな、うん、まあ、そのペイディっていうのを知ったきっかけっていうのが、確かね、その今はギャラクシー使ってますけど、スマホを買い替えようかなって思った時に iPhone 欲しいなって。iPhone 欲しいなっていうか iPhone かギャラクシーどっちにしようかなって迷ってる時期があって、でその時に iPhone 買うんだったらなるべく安くというか、まあ支払いもちょっとこう、一括でね、もう十何万とか支払うのはちょっときついから、
分割で支払いできたらいいなと思って、でその時に出てきたのがペイディだった記憶がありますね。はい。で、Apple Store とかで、まあ、iPhone 買ったりすると思うんですけど、その時にもですね、まあこれ、Apple Store のペイディはなんかちょっとまた別なのかな？うん。まあその辺はちょっと皆さん自分で調べてもらった方がいいと思うんですけど、なんか iPhone15、36回払いでとかね、ペイディ後払いならプラン Apple 専用ならいつでも分割手数料 0% みたいな。に書いてますが、まあ、ちょっとこの辺は自分で調べていただいてほしいんですけど、まあ、そんな感じで、Apple Store で分割払いが手数料無料になったりとか、まあ、Amazon で分割手数料無料になったりとか、まあ、その他にも、9点、ちょっと私使ったことないんですけど、9010年っていうサイトとか、楽天、楽魔とか、バイマ、DMM.com とか、ビッグカメラ .com とか、まあ、結構いろんなお店で、このペイディっていう支払い方ができるらしいんですけど、まあ、一番のメリットはさっきも言ったけど、分割手数料がタダになるというところですよね。はい。で、これ分割手数料がタダなのがなんでそんなにいいのかって話なんですけど、まあよくね、クレジットカードで支払いする人とかはわかると思うんですけど、まあ、よくそのネットとかでね、言われてるのは、なるべく一括で支払えと。分割払いとか、まあ、一番やっちゃいけないのはリボ払いですね。リボ払いは、まあ、何が何でも手を出してはいけないというふうに言われていますけど、私もですね、リボ払いは一回もやったことなくて、分割払いはですね、結構何度か、お世話になっております。それこそ、自作パソコンのね、パーツとかね、これ全部合わせると相当な額になるので高いパーツ、グラボとかさ、あとなんだっけな、あとマザボとかも分割払いにしたことあったかな。はい。まあ、分割払いにする、その購入するサイトとかによって間違ったりするんですけど、グラボはね、確かね、分割払い手数料払ってた気がする。はい。もう全部支払い終わってるんですけど、うん、マザボに関してはね、分割手数料ただだった気がする。これはね、楽天ビッグってあると思うんだけど、楽天に、まあ出し、なんか楽天市場にあるそのビッグカメラかなんかな、の、店舗っていうか、なんとか店みたいな、あるじゃないですか。あれで、なんか、いくら以上の支払いだったら、まあ、条件も審査とかもあると思うんだけど、その、分割払い手数料ただで何回までは支払いできますよ、みたいな。12回とかだったかな。うん。まあ、ただで支払えるってことで、まあ、分割払い手数料がただだったら、分割払いっていうのは、まあ、非常になんかメリットが大きいなというふうに、まあ、その時も感じたんですけど、なんかその後ですかね、まあ、つい最近なんですけど、ペイディをおすすめしてる人がちょっといて、で、分割払いで分割手数料がただになることのメリットについて、まあ、お話しされていて、まあ、私ね、あんまりそのお金の、なんか、為替とか、なんかその辺のことはあんま詳しくないんですけど、まあ、お金の価値っていうのは、まあ、一定ではないと。はい。ね。で、今、その、まあ、購入します。その購入する金額を分割払いにします。で、分割払いってことは、支払いを後に遅らせるってことじゃないですか。で、遅らせるってことは、お金の価値がいずれ、まあ、上がったり下がったり、まあ、すると思うんですよね。そのお金の価値が変動するから。で、お金の価値が変動するにもかかわらず、支払い金額をただこう分割にして後で支払うってことは、なんだろう、まあ、そのもし、ね、お金の価値が下がった時かな、下がった時に要は同じ金額で買えるわけじゃないんで、なくなってしまうんですよね。本来考えればね、お金の価値が下がってしまうから、将来的に下がってしまった場合、同じ金額で同じものを買うことはできなくなるはずだよね。ちょっと合ってるか分かんないけど、まあ、できなくなるんだけど、でも分割手数料が無料で、だから分割手数料を支払うのは、まあ大体当たり前っちゃ当たり前なんだけど、その分割手数料を支払わずに分割できて支払いを遅らせることができるっていうのは、もう使わない手はないと、みたいなことをお話しされていました。
ごめんなさい、ちょっと私の説明ではちょっとあまりうまく伝えられないかもしれないんですけど、そんなニュアンスのようなことを喋ってる人がいまして、あ、なるほどなと。あ、まあ確かにね、支払う金額がまあその元のね、その値段と最終的な支払い金額ね、が同じで、ただその支払いを毎月毎月っていう風にして、まあ、遅らせているだけなので、うん、別に分割手数料取られるんだったらまあそれはねあれですけど、取られないのってただ支払い遅らせてるだけなんで、確かにメリットしかないよなって思って、でちょっと前に登録したペイディをちょっとね見直して、あ、そういえばペイディ登録したけど使ってねえわと思ってアマゾンで使えるようにしたんですよ。はい、って感じです。はい、っていうのが今の私の状況ですね。うん、まあ、まだ使ってないんですけど、まあそこまでまだ大きい買い物してないっていうのもあるんですけどね。うん、なんかそれこそさっき言ったシガレットチョコなんて500円ぐらいで買えるものなんで、それをわざわざ分割払いでね3回とか6回とかねする必要がまああんまないというか、うん、してどうするのって。毎月、3回ながらいくらぐらい、 100いくらとかわかんないけど190と180円ぐらいの支払いになるのかな。まあ分割手数料ただなんで別にいいんでしょうけど、うん、まあでもわざわざそんなことする必要もないかなと思って使ってなかったりとかしてて、まあだから結構高い買い物をするときにAmazonとかで、まあ例えば私だったらなんだろう、パソコンのパーツ買うとかさ、マイク買うとかさ、モニター買う、キーボード買うとか、なんかそういうのって結構いい値段するの多いじゃないですか。まあ今回で言うとやっぱ家電とかもね、結構なんかセールになったりポイントの対象になったりしてるけど、ああいう商品って結構高いから、そういう商品を一括で支払うのはちょっときついんだよねみたいな、新生活始まるっていうのにここで一気にうん十万消えるのかっていうのはまあでかいですよね。だけどペイディを使えばその分割払いにできるので、まあ後々支払わなきゃいけないっていうのはまあ変わらないんですけど、でも今そのあるお金をもうすぐに全部出さなくていいっていうのは、まあ、やっぱすごくメリットがあるんじゃないかなというふうに感じています。はい。まあもしかしたらなんか裏があるのかなとかね、ちょっと思ったりもしたんですけど、まあ今んとこ、ペイディのサービス自体別に怪しいものでもないですし、アマゾンで普通に使えるというか、その登録するっていうかね、なんかね、アカウント連携みたいなものが必要なのかな。うん。アマゾンの公式のヘルプページとかにもペイディの支払い方法とかについていろいろ書いてあるので、うん、まあ気になる人はぜひそちらをね、調べていただいて、登録してみるといいんじゃないかなと思います。まあいろいろなんか、その利用可能額みたいなものに、その制限というか、まあ何でもかんでもね、分割払いにできるっていうわけではなさそうと。うん。これアマゾンの支払い限度額なのかな、まあ、25万円までって書いてあったりとか、あとね、なんか3回、6回、12回とかもあるのかな、うん、ただ全部が全部12回で支払えるわけではないとか、まあなんかね、その、いろいろ、まあ細かい仕様はあるみたいなので、そこは自分で調べてもらってほしいかなというところ。ですね、まあ、とりあえず、例えば私がアマゾンで買い物をしようとします。まあ何でもいいや、まあ、例えばね、例えば今ちょっとアマゾンのアプリを開いて、じゃあグラボ欲しいです、じゃあこれは MSI の RTX4070Ti スーパー、値段が15万3、あ、でもこれ15万超えてるから支払いできないかな。こっちにしよう。じゃあ2連ファンモデルの方にして、これはね、149,344円。はい。で、これ例えばカートに入れますよね。はい。カートに入れます。これ間違って購入しないように気をつけないとね。でですよ。で、レジに進むでしょ？危ないね、これ。注文確定ボタン押さないように気をつけないとね。で、支払い方法を、変更しなきゃいけないんだけど、支払いはこれか。で、変更するを選ぶと、後払いペイディっていうのが選べるんだよね。で、分割も利用可能ですってなってて、あ、出ました。
翌月払いっていうのと、これはまあ普通のクレジットカード一括払いと同じかなっていうのと、3回後払い分割手数料無料っていうのが出てきます。でもう一個、6回後払い分割手数料無料が出てきますね。はい。まあだから、Amazon で購入する際、ペイディで支払いする際は、3回もしくは6回の分割払いができる。かつ、手数料は無料ということで、すごいですよね、これね。うん。あんまないんですよ、やっぱ。普通にクレジットカードで分割払いを、するとですね、普通に手数料取られます。はい。やったことある人はわかると思うんだけど、普通に取られます。うん。まあ、ですので、もうガンガン利用していいんじゃないかなと、個人的には思ってます。まあ、限度額とかね、利用可能額、それぞれなんか人によって違うとかって話も聞いたんで、うん。まあ、その可能額の範囲内であれば、分割払いが効くということなんでね、ぜひ、Amazon のね、セールの中でちょっと使ってみてほしいなというふうには思います。はい。まあ、ちょっと今回私あんまり購入するものそんなないので、さっき言ったシガレットチョコぐらいしか買うものがないので、ちょっと使い道がね、ないんですけど、うん。まあ、ぜひ、皆さんも使ってみてほしいなと思います。ちなみにですけど、ペイディとは関係ないですけど、Amazon の分割だったかな。うん。私、分割払いの方法っていうか、なんか、あれもなんかいくつか選択肢があって、それこそさっきの、じゃあもう一回グラボ行くか。グラボのページに行くでしょ。商品ページに行く。で、ここでね、なんかね、お支払いプランっていうのが選べるようになってて、私の場合。あ、そっからでもペイディ見れるな。一回払いだと、まあ、15万いくら支払いなんだけど、あとはなんかクレジットカードの分割払い。ただ手数、2回か。多分。2回に分割する。まあだから来月、再来月みたいな感じかな。っていう、まあ2回にしか分けられないんだけど、これも分割手数料無料のやつ。あとはペイディの3回とか6回の分割手数料が無料のやつ。で、今ちょっと表示されてないのは1個あって、それはね、今支払いにしてる分割払いのやつがあって、何かっていうと、モニターね。はい。4K の、BenQ の、モビウズのモニター。去年ぐらいに買ったやつなんだけど、これ10万超えするやつをですね、Amazon のね、分割払いがあるんですよ。確か。違ったかな。そう。これはですね、Amazon がなんか分割手数料を負担してくれるのかな。その、6回払いを分割手数料、タダで、なんかやってくれるっていうのが確かあって、それでね、今支払いしてるんですよ。ちょうど、今月、来月ぐらいに支払いが全部終わるっていうタイミングだと思うんですけど、はい。まあ、結構そういう分割払いの手段というか、はい、選択肢は、私はいくつかね、あったりするんですけど、まあそういうのを使えば、まあ、最終的に支払う金額はね、変わりはしないんですけど、ちょっと高くて手が出せないなっていうものでも、うん、まあ分割でちょっとずつ支払っていけば手に入るっていうのもあるので、はい。ちょっと皆さんも検討してみてはいかがでしょうか。はい。多分あるんじゃないかな、結構。うん、私も結構あります。それこそ iPhone とかね、バカ高いですから、十何万とか。私は買うつもりはないですけど、まあ、スマホですかね、うん。iPhone じゃなくて、Galaxy とか。ギャラクシー Z フォールド欲しいなとかさ、思うじゃないですか。まあ、ギャラクシー Z フォールドは本当、自作パソコンぐらいの値段がするんで、なかなか手出せないですけど、まあ、あれはあれで、キャリアのね、なんだ、au とか、ドコモとかのさ、なんちゃらプランみたいな、まあ、最後のその、2年後に返却するみたいな、うん、ありますよね、ああいうの。まあ、ああいうのも、まあ、どうなんだ、ああいうのも利用すればね、毎月、一定額支払いすれば、利用できるようなものなんで。まあ、あれはどうなんだろう、分割手数料を取られてる可能性ありそうな気もするけど、どうなんですかね。はい。まあ、なので、なかなか高くて手が出しづらいなと思っていたものが、実は分割払いで支払えば、意外と手に入るんじゃないかっていうのは、結構多いと思います。はい。ただ、前も言ったけど、無駄遣いはしないようにね。はい。本当に自分に必要なものなのかをちゃんと見極めた上で、
買い物してください。はい、使えって言ってるわけじゃないから、金を使えって言ってるわけではないので、無駄遣いはせずに、はい、ちょっと私もね、自分に言い聞かせる意味で気をつけたいなと思います。やっぱ欲しいものはねキリがないですから、本当に。私も昨日じゃないこの前のアマゾンのね配信した後に改めて調べて、あ、やべ、これもちょっと欲しいかもなみたいな。なんかロードのワイヤレスマイクとかさ、32ビットフロートのやつで6万円とかさ、かーみたいな、高えなーとかね。あと私が使ってるその、シュアのマイクあるんですけど、 MV7 だったかな、それの、さらに上位版の SM7DB だったかな、なんか何っけ、プリアンプがなんかもう内蔵されてるだったかな、なんか忘れたけど、とかね、7万だか6万だかするやつがあったりとかね。はい、マイクとかもね、こだわりすぎるとちょっととんでもない果てしない道なので、欲しいものをあげたらキリがないっちゃないんですけど、パソコンとか。はい、ただ本当にそれを買って、自分の生活が良くなるのかとか、仕事の効率が上がるのかとか、私は結構その辺を意識して買い物してはいますかね。最近は、特に高いものに関しては、やっぱりね、このものを毎日使うかなみたいな、毎日使わないのにこの金額支払うのはちょっとどうかしてるよなみたいなね。ちょっと前のモニターアーム、モニターアーム買う買うみたいな話してたんだけど、結局買ってないんですよ。なんでかっていうと、結局モニターアーム設置するのめんどくさいし、設置したところで多分モニターのアームを使ってモニターを上下させたりすることがほぼないから、やっぱいらんかなって思ったっていうのがあって、はい、結局は買わないことにしたんですけど、そういうのもあったりするので、ちょっと欲しいなって思ったら一旦ちょっと立ち止まって、数日考えてみるっていうのはありかなと思います。はい、数日経ってもまだ欲しい、なんかその欲しいな欲しいなってモヤ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 考えるぐらいだったら、思い切って買うのもありかなとは思いますけどね。それこそ分割払いとかで、はい、ただリボ払いは気をつけて、リボ払いは絶対ダメっていうことだけちょっとお伝えしておきます。はい、というわけで、ちょっといろんな話があって、ちょっと長くなっちゃったかなと思うんですけど、今回はここまでにしたいと思います。それではまた次の配信でお会いしましょう。バイバイ。